植村直樹2月12日から1984年2月13日は日本の登山家、冒険家、兵庫県出身。1970年に世界最高峰エベレストに日本人で初めて登庁した。同年、世界初の五大陸最高峰登庁者となる。1978年に犬ぞり単独業としては世界で初めて北極点に到達した。 1984年、陶器のマッキンリーに、世界で初めて単独登庁したが、下山中に、消息不明となった。1984年、国民栄誉賞を受賞した。1941年2月12日、兵庫県木の関郡国府村上里で、父、植村藤次郎と母、梅の七人兄弟の抜子として生まれた。実家は、農業と、わらなは製造。 藤次郎の三代前の上村直介から自家の字を取り、えとのみと合わせて直美と名付けられたが、村役場の戸籍担当職員が戸籍簿に誤って次回と記載したことから、戸籍名は次回として登録された。後に、宮井より己の方が格好良いとして、大学時代から直樹を名乗るようになった。1947年4月、 国府村立府中小学校に入学。1953年4月、国府村立府中中学校に入学。1956年4月、兵庫県立豊岡高等学校に入学した。高校1年の時、春の学校遠足で祖母学に登ったくらいで、特に山には興味はなかった。1959年3月、高校卒業。 同1959年4月、豊岡市の新日本運輸に就職した。自ら希望して、就職から1ヶ月後、東京の両国支店に転勤となった。1 9 6 2年2月、新日本運輸を退職。1960年4月、明治大学農学部農産製造学科に入学、産学部に入部した。それまで、登山の経験も知識もなかったので、5月、 新人歓迎合宿の日本アルプスの白馬岳の参考で疲労から一番先に動けなくなり、著しい屈辱を感じた。その後、独自にトレーニングを重ね、登山に没頭し、年120から130日間参考した。また、ガストン・レ・ビュファ、著、星と嵐や、同じ兵庫県出身の加藤文太郎、著、単独行を読み、感銘を受けた。 大学3年の冬、黒四ダムを出発し、黒部教国のアゾバラ峠から、北千人尾根鶴剣岳北側の池の平県、沢正子尾根、正子学時国谷三田ヶ原地と四毛原に達するという5日間の単独参考をした。大学4年の時、サブリーダーとなった。山岳部の同期であり、親友の小林忠正直,直からアラスカ旅行で、 マッキンリーの氷河を歩いてきたとの話を聞き、海外の山に同景を募らせるようになった。なお、学費は、長兄の上村治が仕送りしていた。大学卒業後に、台湾の新鉱山に登りたいと思い、ビザを申請するが許可されず、断念した。1964年3月、明治大学農学部卒業。同年4月、明治大学法学部に入学。 1964年23歳の時にヨーロッパアルプスの氷河を見ようと決心したが資金が足りないため、まず生活水準が高いアメリカで資金を貯めて、その後ヨーロッパに行こうと考え、家族の大反対を押し切って5月2日、横浜港から移民船、アルゼンチナ丸に乗り込み、ロサンゼルスへ向かった。片道のチンは、長兄の上村治が援助してくれたが、所持金は、 飛び職などのアルバイトで貯めた110ドルと日本円3500円であった。ロサンゼルス到着後、フレーズの近くのパレアの農場で、ぶどうつまみなどの仕事をしたが、観光ビザしか持っていなかったので、同年9月末に不法就労で移民局に捕まった。強制送還は免れたが、国外退去処分となったため、10月22日、ニューヨークから船に乗り、 フランスのルワーブルへ向かった。同1964年10月末、シャモニーに入った。11月10日、ヨーロッパ最高峰のモンブラン単独登頂に挑戦した。3日目、ボッソン氷河のヒドゥンクレバスに落ち、クレバスの底までの落下は避けられたが、怖くなって撤退した。同年の末、スイスとの国境近くのモルジヌで、1960年、 スコーバレーオリンピックの男子格好の金メダリストで、あるジャンビュアルネが経営するアボリアススキー場に就職した。ここで資金を稼ぎながら登山活動の拠点とした。1965年、明治大学山岳部の古順馬監登山隊に途中、参加するため、同年2月19日、ネパールのカトマンズに入った。3月31日、ベースキャンプを設営した。 4月23日、シェルパのペンバテン人と共に世界初の登頂を果たした。しかし、遠征の計画や準備段階での苦労もしていない自分が登頂し、また、日本の新聞に自分だけが大きく掲載されたのを見て、他の隊員に対して申し訳ないという気持ちになり、隊長、高橋から一緒に日本に帰国しようと言われたが、それを断った。その後、 インドのボンベイからフランスのマルセイユ行きの過客船に乗り、再びモルジヌに戻るが、横断にかかり1ヶ月の入院生活をした。1966年7月、モンブラン単独登頂に成功。続いて7月25日、マッターホルン単独登頂に成功した。同年9月23日、マルセイユからケニアのモンバサイキの船に乗り、アフリカ参考に向かった。 同年10月16日、ケニア産レナナミネに登頂し、10月24日、アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ単独登頂に成功した。10月29日、モンバサから船に乗り、モルジヌに戻った。1967年8月、グリーンランド単独横断を夢見て、西海岸のヤコブスハウン氷河を半月間視察した。同年12月、モルジヌを去り、 12月22日、スペインのバルセロナから、南アメリカきの船に乗った。1968年1月7日、アルゼンチンのブエノスアイレスに着いた。同1968年1月19日、アンデス山脈のエルプラタに、登頂。2月5日、南アメリカ大陸最高峰のアコンカグア単独登頂に成功した。2月15日、無名峰に初登頂し、母校である、 明治大学の名前にちなんで、明治本と命名した。その後、ボリビアを経て、ペルーのリマに行き、さらに、バスと船を乗り継いで、同1968年4月、イキトスに入った。ここで、北、アメリカ行きの船が出る河口までアマゾン川を、源流から自力で下ろうと決心した。同年4月20日、ペルーのユリマグアスを、出発。 単独で6 0 0 0トルの距離をイカダで流れ降り、6月20日、ブラジルのマカパに到着した。同地で、明治大学産学部の同期であり、親友の小林忠直の交通事故死を知り、ショックを受けた。その後、北アメリカ最高峰のマッキンリー登庁を目指して、カリフォルニアの農場で2ヶ月間働いて、参考資金を稼ぎ、アラスカに入るが、単独登庁の許可が下りず、 断念した。同1968年9月14日、サンフォードに登庁した。同1968年10月1日、4年後、か月ぶりに日本に帰国した。日本への航空運賃は、長兄の上村治が負担した。上村、27歳。帰国後、地下鉄工事の仕事をした。この頃の夢は、アコンカグアの陶器単独登庁と、 イカダ下りをしたアマゾン川をモーター付きのゴムボートで川口から源流へ遡上することだった。1969年、日本山岳会が創立65周年事業として世界最高峰のエベレスト登山隊の派遣を決定し、同年4月、明治大学山岳部の先輩である大塚博美に誘われ、これに参加することにした。第一次偵察隊に参加し、 同年4月23日に日本を立ち、同年5月、標高6300メートルの南北基部まで見通し、6月21日、帰国した。続いて、第二次偵察隊にも参加し、8月20日、日本を立ち、9月13日、ベースキャンプを設営、10月31日、小西馬次と共に南北の標高8000メートル地点まで到達した。 その後、偵察隊が11月7日にベースキャンプを撤収し、帰国した後もネパールのクムジュンに滞在し、翌年の本隊のための物資調達やシェルパラの予約をしつつ、高度巡化や交渉トレーニングを行った。1970年2月、日本産学会エベレスト登山隊の本隊をカトマンズで迎え入れた。3月23日、ベースキャンプに入った。上村は、 自己分担金を用意できなかったため、に上げ、ルート工作要員としての参加であったが、抜群の体力などが認められ、5月3日、松浦照夫と共に、東南両ルートの第一次アタック隊に指名され、5月11日午前9時10分、エベレストの登頂に成功した。日本人として、初めてのことであった。なお、隊として、主目標であった南北からの初登頂は、 標高8050メートル地点で断念された。同1970年7月30日、日本を出発し、同日、アラスカに入り、エベレスト登頂の勢いを借りて、再びマッキンリーに挑戦した。8月17日、軽飛行機でカヒルトナ氷河に入り、8月19日、ベースキャンプを出発、8月26日、単独登頂に成功した。 この時点で世界初の五大陸最高峰登頂者となった上村29歳この頃から犬ぞりで南極大陸を単独で横断することを夢見るようになりに単独登頂することも夢見るようになる南極関係の資料を集め始めた1970年12月21日次に控えているエベレスト国際大参加のためのトレーニングとして 小西正津倉の山岳同士会体に加わり、当期のグランドジョラス北壁に挑戦した。当班中、ヨーロッパとしては20年ぶりの大寒波に襲われ、6人中4人の隊員は当傷にかかり、手足の指を失うことになったが、上村と高久幸男の二人は無傷で、翌1971年1月1日、関東市、ウォーカーボンに到達した。 同1971年2月、BBC が主催し、アメリカ人のノーマン・ディレンファース隊長が率いるエベレスト国際隊に伊藤彩作りと共に参加した。ネパール側南北を征服して、上村にとって二度目となるエベレスト登頂を目指すが、4月15日、インド人のハッシュバフグナ隊員の遭難死の後、各国からの代表を寄せ集めた国際隊は、互いの利害関係が、 徐々に表面化、体は空中分解した。なおも、標高に先頭を登るイギリス人の隊員二人のために、上村と伊藤の二人だけが酸素ボンベなしで標高8230メートルの第6キャンプまで荷上げしたが、5月21日、標高8300メートル地点で登頂は断念され失敗に終わった。上村、30歳。 同1971年3月、最初の著書である、青春を山にかけてを出版した。同1971年、南極横断距離 3000km を体感するため、同距離となる北海道、稚内市から九州、鹿児島までの日本列島縦断を、徒歩52日間で実現した。八月三十日、宗谷岬を出発、日本海側を通り、十月二十日、 国鉄、西鹿児島駅に到着した。同1971年12月30日、アルゼンチンのブエノスアイレスから、同国の南端の牛屋ヤに入った。1972年1月5日、祭氷船、サンマルティン号で同地を出港し、同年1月14日、南極にある、アルゼンチンのヘネラルベルグラーの基地に入り、軍用ヘリコプターで、 数十キロメートル内陸まで飛行するなどの偵察した。1月18日、同基地を離れた。その他、数カ所のアルゼンチン南極基地に立ち寄り、2月2日、ウシュアイアに寄港、下船した。一方、南極大陸横断のもう片方のマクマード基地を管轄しているアメリカ国立科学財団からは、南極条約により、個人的探検は認められないと拒否された。 同年2月、アコンカグアの未踏半ルートであった南北に挑戦するが落石が多く断念した。同年4月11日、グリーンランドのエスキモー集落で犬ぞりの操縦を教わり、また極地の気候に体を潤化させることを目的として日本を経った。同年5月、グリーンランド東海岸のアンマサリックを視察した。同年9月11日、 グリーンランド最北の村シオラパルクでエスキモーと共同生活を始めた。上村、31歳。1973年2月4日、犬ぞりでグリーンランド 3000km の単独港に出発。同年4月30日、成功した。同年6月26日、シオラパルクを去り、同年7月、帰国した。この頃、東京都板橋区の住居の近くで、 野崎紀美子と出会った。1974年3月6日、長兄、上村治三兄、武雄と共に、野崎家に、結納に行った。同年3月8日、明治大学産学部 OB、路偏会員のヒマラヤ遠征偵察隊の隊長として、ネパールのダウラギリブイボーの偵察に出発し、5月12日、帰国した。同年5月18日、33歳の時に、 野崎紀美子と結婚した。この頃、グリーンランド一周犬ぞり旅行を計画するが、目当てのスポンサーから探検価値として弱いと言われ、断念した。同年11月22日、日本を立ち、12月11日、グリーンランドのヤコブスハウンに入った。同年12月29日、北極圏1万2000キロメートルの犬ぞり単独業を目指し、グリーンランド西部の村、 ケケッタを出発した。1975年6月12日、カナダのケンブリッジベイに到着、アンダーソンベイで腰夏した。同年12月15日、同地を出発。1976年5月8日、ゴールであるアラスカのコツビューに到着した。1年半の長い旅であった。上村。 35歳。その後、ベイリング海峡を渡り、シベリアの北極海沿岸からヨーロッパまで犬ぞりで、走るという北極海一周を夢見るが、ソ連の許可を得るのが困難であるため断念した。1976年7月31日、ロシアのエルブルスに登頂した。1977年3月21日、北極堤犬ぞり単独業のための視察に、 カナダのレゾリュートを訪れ、20日間滞在した。また、同年9月にも7日間の旅行で、レゾリュートを再放した。北極店、グリーンランド犬ぞり単独業のために必要な資金が、スポンサー3社だけでは賄えず、広告代理店が加わり、全国的に、一口1000円募金の宣伝もされた。1978年1月30日。 世界初の犬ぞりによる単独での北極点到達に挑戦するため日本を出発した。同年2月22日、カナダのエルズミア島のアラートに入った。3月5日、カナダ最北のコロンビア岬を出発し、約8 0 0トルの犬ぞり単独用の末、4月29日、北極点到達に成功した。なお、上村が、 北極点に到達する前日の4月28日、日本大学北極点遠征隊の隊員5人が犬ぞりで日本人として初めて北極点に到達していた。上村と日本大学が同時期に同じ犬ぞりで北極点到達を目指したことから世間はどちらが先に北極点に着くかと注目した。また日本人として初めて ナショナルジオグラフィックの表紙を飾った。上村、37歳。同年、犬ぞりによる単独でのグリーンランド縦断にも成功した。5月12日、モーリス・ジェサップ・岬を出発。7月12日、内陸表彰の最高地点を経て、8月22日、グリーンランド南端のヌナタックに到着した。このグリーンランド縦断では、ソリにヨットのような帆を張り、 犬の負担を軽減するのに効果を上げた。同年8月30日、アメリカ・ワシントンのスミソニアン博物館で外線記者会見が行われた。帰国後、10月から翌年3月までの半年に、渡って北極点とグリーンランドの冒険に用した約2億円の、支出のうち約7000万円の赤字を埋めるために、公演とイベント参加を全国的に数多く行った。同年10月9日、 第26回、菊池博師賞の受賞が決定された。受賞理由は、犬ぞりによる単独北極点到達と、グリーンランド縦断、日本青年の成果を内外に高めたに大冒険に、対してである。1979年2月22日、イギリスのビクトリアスポーツクラブからスポーツの分野で、最も勇気を発揮した人に贈られる、バラーイン、スポーツ賞を受賞した。 受賞理由は、北極の高領都市た地での単独の行為などで見せた、類い稀な勇気に対してであり、常に第一歩を行うものであり、孤独の道の発見者であったためである。受賞式は、同日、イギリスのギルドホールで行われ、5万5千ポンド相当の黄金の月景館を頭に被せられた。上村、38歳。同1979年6月6日。 中国政府に招待されてチベットのラッサに入った。同年8月、アメリカ国立科学財団から上村の南極での計画にアメリカ合衆国は協力できないとの最終回答があった。同年12月、ネパールのガラタパールに入り、約1ヶ月間、陶器エベレストを偵察した。1980年、エベレストの陶器登頂を構想するが、 単独での登頂は困難と考え、明治大学産学部 OB を主力とした日本陶器エベレスト隊を編成し、上村が隊長となった。同年2月18日、エベレスト陶器初登頂にポーランド隊が成功し、上村は先を越された。同年4月下旬から約3週間、陶器エベレスト参考の準備のため、ネパールに滞在した。陶器エベレストのトレーニングとして、 冬季のアコンカグアに挑戦するため、同年7月11日、日本を経った。8月5日、ベースキャンプに入り、8月13日、松田健一、アクツエツオと共に、第二刀に成功した。しかし、計画していた頂上でのビバーク訓練は断念した。上村、39歳。同年10月30日、エベレスト冬季登頂を目指して、日本を出発した。 ポーランド隊に先に登記登場されたことにより、上村の隊は登半以外に、学術的な性格も合わせ持つこととなった。12月1日、ベースキャンプから登半を開始した。しかし、翌1981年1月12日、標高7100メートル地点で登攀隊員の竹中登が死亡し、また悪天候に阻まれ、同年1月27日、登聴を断念した。 同年2月14日、帰国した。上村、40歳。同1981年、南極大陸 3000km 犬ぞり単独業と、南極大陸最高峰のビンソン・マシフ、単独登庁の計画について、アルゼンチン軍の協力が得られることとなった。ただし、3000km 犬ぞり単独業については、アメリカの協力が得られないため、 南極大陸横断は不可能となったことから、ビンソン・マシフまでの往復での 3000km となった。同年12月、テレビと雑誌の取材のため、アルゼンチンを訪問し、南極のマランビ基地に7日間滞在した。1982年1月24日、南極 3000km 犬ぞり単独業とビンソン・マシフ単独登庁に挑戦するため、日本を出発した。 同年2月10日、アルゼンチン最南端の港であるウシュアイアから、祭標船、イリサールで出港し、2月13日、南極半島にある同軍のサンマルチン基地に到着した。同基地で待機し、出発を待つが、3月19日に、フォークランド紛争が勃発し、同年12月22日、軍が協力を撤回したため断念した。1983年3月16日、 1> 約1年間の南極生活を終えて帰国した。上村、42歳。この頃、上村は南極大陸横断を達成した後の夢として野外学校を設立する構想を口にするようになる。1983年8月、野外学校を開設するための敵地を求めて北海道を帯広市を視察した。同年十月二十日、日本を出発し、十月二十四日、 ミネソタ州にある野外学校アウトワードバウンドスクールに参加した。1984年1月16日、ミネソタを立った。同1984年1月18日、シカゴでアメリカ企業のデュポンの社員と会談した。上村の南極計画への支援についてだと思われる。そのついでにマッキンリーヤマトタン独当庁を目指すため、 同年1月21日、アラスカのアンカレッジに入り、1月24日、タルキートナに入った。1月26日、軽飛行機でマッキンリーのカヒルトナ氷河に降り立った。2月1日、ベースキャンプから投販を開始した。一部の記者のみがその様子を取材した。同1984年2月12日午後6時50分、世界初のマッキンリー登機単独登頂を果たした。 この日は、ちょうど上村の43歳の誕生日であった。しかし、翌2月13日午前11時に行われた、軽飛行機との登頂に成功したこと、現在位置が2万フィートであることを伝える、無線更新を最後に連絡が取れなくなり、消息不明となった。2月15日、軽飛行機が標高2900メートルの氷河上に、 上村がクレバスへの転落防止に使用した竹竿があるのを発見したが、ベースキャンプや登山ルートに上村の姿は発見できなかった。最後の更新から3日後の2月16日、軽飛行機のパイロットが標高4900メートル地点のボンボリで上村と思われる人物が手を振っているのを指認した。デナリ国立公園管理事務所は軽飛行機2機。 高度5000メートルまで飛行できるヘリコプター1機で広範囲の捜索を展開した。2月20日、同公園管理事務所による捜索活動に参加していた2人の登山家が標高4200メートル地点のボンボリで上村の日記、カメラ、フィルムなどを発見した。また、2月25日、標高4900メートル地点のボンボリでも上村の所有物を発見したが、 上村本人は発見できなかった。2月26日、出成り国立公園管理事務所は、上村の生存の可能性は100%ないとして、捜索を打ち切った。その後、明治大学山岳部 OB、露偏会によって捜索が行われたが、上村は発見できず、3月6日、標高5200メートル地点のボンボリに残された、上村の装備を発見するに止まった。 3月8日、露変会による捜索も打ち切られた。上村と最後に無線更新できた2月13日が明日となった。去年43、4月下旬から5月にかけて、明治大学山岳部 OB、露変会によって、再度、マッキンリーやまでの捜索が行われた。前回捜索できなかった、標高5200メートルから山頂までを中心に、捜索が行われ、 上村が山頂に建てた日の丸の旗を回収したが、上村は発見できなかった。なお、上村が消息を絶ったというニュースが報じられたところ、多数の人から、上村の創作費に充ててほしいとの義援金の申し出が、明治大学山岳部 OB、露編会に寄せられたことから、その受け皿として、1984年3月1日、上村直樹の会が設立され、 明治大学体育科がその受付窓口となった。同年12月25日までに3116件、約2950万円の義援金が寄せられた。1984年4月19日、国民栄誉賞を受賞した。功績名は世界五大陸最高峰登頂などの功である。同年6月11日、明治大学名誉博士の学位が贈呈された。 同年6月16日、植村直樹に別れを告げる会が東京の青山祭場で執り行われた。祭壇には笑顔の植村の写真とマッキンビー山頂で回収された日の丸の旗や愛用のピッケルなどが飾られた。同日、デンマーク政府が1978年のグリーンランド縦断の際の到達点であったヌナタックボーンを 史上初のグリーンランド銃弾という上村の業績を後世に残すためにヌナタック上村本と解消すると発表した。同年8月、故郷である日高町から名誉町民の称号が贈呈された。同年9月20日、グリーンランド銃弾犬造り単独業のゴール近くのナルサスワックで上村の功績を伝えるレリーフの除幕式が行われた。同年12月、 アラスカ州裁判所の校長会において、植村直樹の死亡が公式に認定された。1985年1月、板橋区役所で植村直樹の死亡届が受理された。同1985年8月、植村が構想していた野外学校が有志によって植村直樹、帯広野外学校として開校された。植村の妻、講師が名誉校長となった。 1992年、東京都板橋区に、上村記念財団が設立され、上村冒険館が開館した。上村直樹冒険館1994年4月10日、故郷である、兵庫県豊岡市日高町に、日高町立の上村直樹冒険館が開館した。1996年、上村直樹冒険賞が設けられた。2011年5月、パークレンジャーに、 マッキンリー山中で遺体を発見したとの通報があり、付近一体の捜索が行われたが、発見されなかった。単独業に傾倒した以降の上村は、アマゾンガー単独イカダ下り、犬ぞりによる北極点到達単独校、犬ぞりによるグリーンランド縦断単独港など数々の有名な冒険を達成している。ここでの上村の特徴は、 例えば登山における高度順化といった度合いを超えて、冒険する現地で長期間を過ごして、いわば生活順化することから始めるという点にあった。特に、犬ぞり業に先立つ、約5ヶ月間、単身、グリーンランドのエスキモーと共同生活し、移植獣や狩りずり犬ぞりの技術に至るまで、極地に暮らす人々から直に学ぶことに努めた。したがって、アマゾン業では、 主な食料源は釣りとバナナに頼り、犬ゾリ港では釣りと狩猟で得られる精肉と油を中心に、持参の紅茶とビスケットで保管するといった食生活だった。キビヤックは得意な製法と強烈な異臭で知られているが、上村はこれが大好物だった。これらの逸話は先進国の機材や物資を大量に持ち込んで、いわば 生を文明流の力押しで自然を制覇するという近代以降の冒険流儀を一概に良しとしなかった植村の思想性を表している。ただし、盲目的に現地の流儀にこだわったわけではない。植村の犬ぞりは現地の伝統的な構造と製法にのっとりつつ、構造材としては繊維強化プラスチックを利用した例があった。極地用のテントは自ら考案したものを使用した。 冬山単独校では、1964年11月、モンブランで、クレバスに落ちた際に、アイゼンと荷物が引っかかり急死に一生を得た、経験から、何本もの竹竿をストッパーとして、体にくくりつけていた。上村が行方不明となった最後のマッキンリーの参考においても、腰に竹竿をくくりつけて倒範していく姿が見られた。生まれ故郷にある、 上村直樹冒険館一般所雑誌、上村直樹記念スポーツ公演。ありがとうございます。